フライデーに久人様が筑波大附属高校でのことが書かれていましたね。筑波大附属高校3年生の証言が書かれていたのですが、授業の移動の時とかで体育館に行く時に知らないおばさんやおじさんが立ちっているようです。もちろん校舎はセキュリティも厳重になったから警備の人が所々に立っているようですね。もうその生活にもようやく慣れてきたようですが、門も橋の通用門だけが通れる状態になっているようです。 これまで別の門の方が近かった生徒も遠回りして通学しているんですかね。そして保護者用の通行証がなければ今は入れなくなったようですね。ちなみに帰り道にたまたま悠仁さまを見た学生のエピソードもあって後ろから背広の男性が来て先にどうぞと言ったら結構です。そのまま歩いてくださいと言われたから後ろを振り返ると悠仁さまが歩いていたようです。まあ帰りも駅は当然使わずにどこかから車で帰っているようですね。 悠仁さまはいくつかの部活に体験入学したようです。そして最初はフットサル部に体験入部したようです。この部活は女子部と合同の合宿もあるようで本気の運動部のようです。それで結局は入部しなかったようです。そして悠仁さまが今一番関心を寄せているのがバドミントン部のようです。地区のバドミントン部はまだ大人じめで部活もしたいけど勉強もやりたいっていうことが多いようです。 ただバドミントンって遊びじゃないからかなり運動量もすごいですよね。悠仁さまは髪の毛を隠しながらやらなければいけないからすごい周りからしたら迷惑な新人になるでしょうね。悠仁さまは小学校の時もぶっちぎりのビリと報道されたし虫を取っている映像もどんくさそうでしたよね。なんか悠仁さまがスマッシュを売っている想像がつかないですね。スタミナだけでなく瞬発力も必要なスポーツですからね。 低傾校で入った部下も強制的に入らされるんですかね。ちなみに久人様の映像では12歳の時に過去様とマコさんと一緒にシャボン玉をして遊んでいる映像が流されていましたよね。ちょっとあれもありえないですよね。小学校6年生になってシャボン玉ってそんな小学生はっきり言っていませんよね。大体幼稚園か小学校低学年で卒業する遊びですからね。 発達障害の可能性が濃厚だから帰宅部にしとけばいいのにバカですね。何でも優秀設定にしたいんだろうけどもさすがに筑波大附属高校は隠しきれないと思いますけどね。まあ、久人様の情報が今後どうなるのか楽しみですね。ちなみに週刊女性でも久人様のことが書かれていましたね。ゴールデンウィークが明けてから間もない通学風景について書かれていましたがまだジャンパーを着ていたようですね。 メーカーはデサントの服を着ていたようです。まあ、やはり警備の人が中に多いことも書かれていましたね。秋篠宮ご夫妻は赤ひげ大将の表彰式に出席されていましたが、今回が引き継いでから初めての公務だったようです。オンライン公務を継続しながら地方公務を再開させるハイブリッドと紹介されていました。 ちなみに現在の皇室天半に従えば次は秋篠宮家に移るが秋篠宮様がかつて即位するつもりがないということについても書かれていました。2017年6月に上皇様が生前退位を実現する特例法が成立しましたがその時に秋篠宮様は兄が80歳になった時に私は70代半ばでそれからは天皇陛下になれないと発言されています。 この報道に宮内庁が否定しなかったから多くの人が真意だと受け止めました。そして2011年の誕生日会見でも定年制というのは必要になってくると述べられているようです。それで秋篠宮関係者も月日が変われば気持ちも変わると思われていたようですがあの秋篠宮という本で自由になりたいという気持ちが出版されたわけですね。講師への熱意よりも人間的な自由を求めたわけですね。 ある一定の年齢を超えた時に余生を大ごとにすることということでそれが天皇であっても同じと答えているんですね。人間として人間的に生きる権利を主張しています。これは上皇様の大位についての受け止めで答えられたようです。さらに2019年に講子になった時の心構えも聞いたようですが求めていた答えは返ってこなかったようです。 おたべ教授も天皇陛下が生前退位された前例があるから秋篠宮様も高齢を理由に辞退される可能性はあるでしょうということで、幼少の頃から全くそういうことを考えずに育ったわけですね。つまり、後位継承という心構えが全くないわけです。今、更好位継承者としての心構えや生活態度を整えるのは難しいのでしょうと書かれていました。 ただ、講師である以上は次の天皇陛下となるべく心構えや生活態度を養っておくのが務めで、悠仁さまが一定の年齢に達して後位継承者としての心構えや生活態度が身につく前に、大意をほのめかすのは軽率な印象を与えかねませんと書かれていました。まあ、悠仁さまも功績離脱があり得るということでしょうね。 ただここでは天皇である父を受け継ぐことが帝王教育の一環になりますが、悠仁様の場合は秋篠宮様を習えないということですね。ただ悠仁様も一切帝王教育を受けていないし、それどころか作文盗作してご指摘に感謝で裏口入学で天皇陛下になれるわけないですからね。愛子天皇という四文字がメディアを賑わせるようになってしばらく経つ。この動きは、いわゆる、 小室問題をめぐって秋篠宮家への風当たりが強まっていることとの関係が指摘されてきた。その一方で、女系天皇に反対する勢力は、20代以下の男系男子のいる4つの旧宮家復帰シナリオに期待しているという、週刊新潮2019年10月3日号掲載の記事などに過失修正しました。肩書きや年齢などは当時のままです。実はここ20年ほど、 世論調査を行うと、女性天皇への賛成は概ね80%程度で高止まりしてきた。男女同家二式の浸透に加え、現在の皇族において、年若の男性は久人様ただ一人。その先に男性皇族が誕生する保証はありません。現行の、皇位継承者は男系男子に限るという制度を維持する限り、 皇室の存続は危うくなるのではないかという考え方が幅広く浸透してきたゆえのことと思われます。皇室問題に詳しいジャーナリスト。近代的な概念とは必ずしもそうれない皇室制度を男女平等という思想で切ることの是非はともかく、こうした世論の傾向はさらに強まりそうだというのは、去る区内庁関係者だ。秋篠宮家の国民の風当たり。 秋篠宮家の国民の風当たりが依然として強いのです。いわゆる小室問題について、こうより私業を優先させるかのようなマコさんの振る舞いと、それを後押しされる過去様。これに対して、父である秋篠宮殿下はなすすべがない、といった状況が続いてきました。他方の新天皇家は、長年の懸案だった皇后陛下のご体調が回復基調にあることに加え、 愛子様も青年デビューされ、立派に成長された姿をお披露目されたばかりですと。こうした両家の現状への国民の眼差しが、皇室制度をめぐる議論に影響を与えかねないと見るのである。一方、安定的な皇位継承のあり方などを議論してきた政府の有識者会議は昨年12月に最終的な報告書をまとめた。皇族数を確保する方策として、 女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれた。社会部デスクによると、報告書に真新しい観点はなく、現在の皇室天範に定められている、皇統に属する男系男子が行為を継承するとの部分には手をつけないというのも規定路線でした。表向き、愛子様か悠仁様かという風うに、 およつぎ候補で世論が二分されてはいけないからという考えでいるわけですが、事実上80%が賛成している愛子天皇の可能性を封じ込めた格好です。安倍元首相の論文。とはいえ、繰り返しになるが、行為の安定的継承は喫緊の課題。そこで旧皇族の復帰プランが意味を持ってくるのだ。1947年。 GHQ の意向もあって11のみやけ51人が功績を離脱した。すなわち伏見、会員、国、山品、北白川、梨本、火曜、東伏見、朝香、武田、東国の格宮家である。すでに断絶の浮き目にあった家もあるが、2700年にわたり連綿と受け継がれてきた高等の Y 染色体を有する未婚男子は、複数の家庭に存在する。 というのが旧皇族復帰プランを唱える側の共通認識である。安倍晋三元首相はかつて野党時代にはこんな論文を寄せていた。以下、文芸春秋2012年2月号より抜粋する。敗戦という非常事態で皇籍を離脱せざるを得なかった旧宮家の中から、希望する方々の皇籍復帰を検討してみてはどうだろうか。三笠の宮家や高窓宮家に、 旧宮家から男系男子の養子を受け入れ、宮家を継承していく方法もある。現行の皇室典範では、皇族は養子を取ることができないことになっているが、その条文だけを特別措置によって停止させればよい。さらには、敗戦後長きにわたって民間人として過ごされた方々が急に皇族となり、男系男子として皇位継承者となることに違和感を持つ方もおられよう。そうした声が強ければ、 皇席に復帰された初代に関しては後位継承権を持たず、その次のお子様の代から継承権が発生するという方法も考えられよう。血が繋がっているので復帰します。が、そこは疑問の声も上がるわけで、先の宮内庁関係者によれば、離脱された方々と現在の皇室との繋がりとなると、実に600年ほど遡らねばなりません。そもそも、 親戚降下した後は一般社会に身を置き、皆さん世俗にまみれて暮らしているわけです。その後の暮らしを見ると、例えば昭和の時点ですでに、消費者金融や風俗店経営に携わっているような末裔もいました。国民感情としては、70年の時を経ていきなり血がつながっているので復帰します、と言われても受け入れがたいのではないでしょうか。かつては、事件も起きていた。 12年前に84歳で亡くなった旧梨本宮家の梨本の彦氏のケースである。の彦氏はもともと国の宮の血筋で、1943年に親戚降下した白爵家の当主でした。66年には梨本家に養子に入り、旧宮家を継ぐことになったのですが、他人を疑わずすぐに信用してしまう性格が災いし、トラブルを招くことになりました。悠人様、早くも退学の可能性、 週刊新潮が衝撃暴露。盗作問題の余波と後始末。久人様の私服投稿。今月4月9日に筑波大学附属高校の入学式に出席された久人様ですが、現在、早くも私服で投稿する姿が報じられています。お茶の水女子大学附属中学校に通われていた際には、制服で投稿されていた久仁さですが、筑布は制服がなく私服投稿ということで、 入学前から、果たして、久人様は、どのような格好で登校されるのか、と注目されていたのですが、思いのほか地味な格好であったようです。入学式では、アルマーニのスーツを着込んで出席されたこともあり、高級ブランドの服で登校されるのではないか。とも思われたのですが、紺色のパーカーと長ズボンという地味な服装でした。地区府には制服はなく、全員が私服で登校する。 秋篠宮家といえば次女佳子さまは大学生の頃、ショッキングピンクのニットやヒ柄のパンプスなど、派手なアイテムを着こなされていた。悠仁さまは、ファッションリーダーの姉とは対照的な、地味な服装だった。悠仁さま徒歩通学に疑問の声。また、悠仁さまの入学に合わせて、地区府が警備の厳重化を進めていたこともあり、通学時にも万全の安全対策を期すのかと思いきや、 地区府から数百メートル離れた地点で送迎車から降りて、徒歩で登校されたようです。この春、久人様は筑波大学附属高校に入学された。地区府にとっては初めての皇族の入学となったため、急ピッチで警備体制が強化されていた。生徒以外が学校を訪問するには事前申請が必要となり、 敷地の囲いには侵入を防ぐ有刺鉄線や、忍び返しと呼ばれる金属製の突起が設置されるなど、万全の不審者対策が敷かれたのだ。他の生徒や保護者らから、特別扱いと見られないために、のりこ様が徒歩通学にこだわられたとのことですが、ネット上では、学校までのほとんど道のりを送迎車に乗っていながら、数百メートルだけ歩くのが徒歩通学と言えるのか、と疑問の声も上がっているようです。 数百メートルで高校に行ける子なんて、いません。寒い日、雨の日、何よりの交代遇庶民と同じことをしないと、庶民の気持ちはわかりません。満員電車を知らないのも、遅刻しそうで走るのも、傘を忘れて濡れて家まで歩くのも、それもこの日本では当たり前の経験。その中で、気づくこともあったり。学校から駅まで歩く道中、友達と話すのは楽しかったり。 特別が当たり前、という意識を持たないように成長していただきたい。そうでなければ、お姉様のような失敗をまた繰り返してしまう。定型更新学制度によるズル入学や、作文コンクールでの盗作問題などで多くの国民から批判を受ける中、なんとか国民からの評価を回復させるために、のりこ様は、久人様の徒歩通学にこだわられたのかもしれませんが、これでは、 むしろ逆効果であったのかもしれないですね。盗作問題で入学取り消しの可能性もところで、現在も注目が集まっている作文コンクールでの盗作問題ですが、重大な規約違反を犯したにもかかわらず、宮内庁は謝罪も、賞の受賞自体もせず、主催者である北九州市立文学館に、訂正用の参考文献資料を送りつけ、それで良しとしているそうです。このことに関して、 週刊新潮2022年4月21日号は、久人様の将来にとっても良くない上に、場合によっては、作文コンクールの加作受賞が取り消しとなり、地区府への推薦入試での合格も無効となる可能性もあるとして、次のように報じています。現在、コンクールの主催者である北九州市立文学館に、対応を丸投げしている区内庁は、あまりにも無責任であると言わざるを得ないのではないでしょうか。 今回の対応で、久人様の学校生活や将来に大きな影響が出てしまうことを考えれば、やはり主催者が厳しい処分を行うことは難しいかもしれません。だからこそ、宮内庁や秋篠宮ご夫妻は、もっと強く久人様に章の事態を進めるべきでした。皆さんは、久人様の作文コンクール加作受賞が取り消され、地区府の高校入学も無効になるようなことがあると思いますか ぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。ちょっとこの報道についての国民の声を紹介します。地区府の同級生たちから何も聞こえてこない、というのは、まるで中共並み、NK 並み、ロシア並み。相当すごい圧力がまともな生徒たちや保護者たちにかかっているね。英知の自由とやらのために、多くの人々が自由を失った。 相当すごい圧力がまともな生徒たちや保護者たちにかかっているね。だって、元をたどれば、道子さんの時代から。解放同盟、朝鮮総連、日清政府、昭和電工、森コンツェルン、日本会議、官邸、それらが雲の巣のように絡み合って今の腐敗しきった状態の皇室になった。それが秋篠家の豪欲傲慢贅沢三枚やりたい放題に現れている。今さら 宮内庁か、実は、なんて洗いざらい事実を発表するわけにはいかない。森友事件だって安倍晋三がもみ消してるし、似たようなもんだ。日本はどうなってるんだ。この投稿風景はやらせの仕込み。その日だけ、歩かせ、投稿させただけのことで、あとは不投稿という情報です。なる人の盗作問題は永久に消えない要点となりました。潔く応募撤回し、 つくふの合格を取り消しさせ、中学浪人するか、通信制に進学しなかったのも大要点です。皇室ライターによると陛下は弟の秋篠宮殿下が兼ねて繰り返してきたことを踏襲し、多くの国民が納得し喜んでくれる状況になることを願っていますというようなことをおっしゃったようです。陛下は国民の象徴としてあられるお方であり、自ら眞子さまの結婚の自由について反対することなどできません。 あくまでも秋篠宮家の問題であり、講師殿下にすべてをお任せするというスタンスを示されたと私は解釈します。しかしこれを結婚を認めるということだと解釈して報じているところもあるようです。ある意味そうなのかもしれませんが、陛下は憲法にのっとり国民の象徴としていてくださる方で個人の結婚の自由を脅かすことなどできません。 そして会見の五小室さん側が母カヨさんの金銭トラブルの経緯について説明する準備を進めていると報じられました。小室さんは19年1月に金銭トラブルは解決済みとした文書を公表しましたが以降はこうに言葉を発していません。昨年11月秋篠宮殿下が誕生日会見で結婚について認めるとおっしゃりながらも多くの人が納得し喜んでくれる状況ではないとの認識を持ちされました。 婚約に当たる農妻がどうなるのか。農妻の儀を経ず半ば駆け落ち婚のような形に収まるのかは、たまた秋篠宮家が破願という決断を下すのか。そしてもし本当に結婚された場合お二人の生活式に三宅の資金が流れるのではないかですとか、皇室の利権を使ってお二人がビジネスを占めるのではないかとかそういったことが人々の懸念として巨がっていました。 皇族とお近づきになりたいその意向にあやかりたいと考えている人間は意外に多いものです。ちょっとここで三宅の経済について触れたいのですが、皇室には製品差や見切レさんというものが求められていますが三宅が通常の私的行為の範囲であればお車代や謝礼金の受け取りについて特に制約をせつけられていないという状況にあります。三宅に関する金銭授受,受制限の運用は不透明です。 三宅の場合は譲り受けも子も宮内庁総務課を通さなくても良いことになっており仮に財産の義理があったとしても届け出がなければ宮内庁がこれを把握する術はありません。天皇家の財布という書籍には次のようにあります。皇族へのこうした包み紙の実態は不透明である。定期連載に加え会場に出向くことへの労働の対価の意味があるのだろうからどこからが制限を加える献状なのかクリアの線引きはない。 宮内庁は公式には公務への対価はないとの立場を取りお車代記念品代以上の金銭受領はないとしている。日当や名誉総裁職への報酬はありえないのだという。宮様は両団体の表彰式に出席しておりその対価と考えることもできたが宮内庁は返却してほしいとアドバイスし決着させた。特に秋篠宮家は多くの総裁職をご一家で分担しておられます。 公子となったのにもかかわらず、三宅皇族の立場であり続けることを求められたのもこれまでのような私的経済行為の範囲を狭めたくないからだろうと指摘する人もいます。こういったことはある意味状態化している。三宅の中で眞子さまがどのような経済観念でお育ちになったかそれはわかりません。眞子さまと小室圭さんが結婚すれば小室さんは将来の天皇の義理の兄となります。 将来の天皇である久子様に何とか近づきたい皇室と良い関係を築きたいというものが民間人である小室圭さんに美味しいビジネスの話を持ってくることもあり得ないことではありません。そして小室さんはそういったお話に対してどういう風な対応をするかといえば多くの人々が同じような想像をするのではないでしょうか。過去にはアリス川の宮詐欺事件というのもありましたよね。 皇族元皇族という立場への意図を利用したがるという人は意外なほどこの日本にたくさん存在します。お二人の結婚は結婚したからはい終わりという問題ではありません。今後もずっと心配が残る問題です。小室さんは自立してお金を稼ごうと必死に勉学に励んでいるのかもしれません。 ただ少なくとも過去の経緯について多くの人々から不信感を持たれていた状況の中で真子様のフィアンセを名乗り最高待遇で留学したことは踏んでもない事実です。陛下の言葉を報じた投稿の記事には次のようなコメントがついていました。天皇陛下が関与される問題ではないと思うが天皇陛下も多くの国民が納得し喜んでくれる状況を求めたことは事実。 強引に結婚されれば間違いなく天皇制崩壊への道をたどるであろう。私自身はその方が国民への負担も軽減されよいと感じる。陛下も求めた。多くの人が納得し祝福する状況ま子様と小室今朝に置かれては陛下のお言葉の意味をしっかりと受け止めてほしいと思います。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。第三世。 無理やり天皇陛下を引っ張り出してお言葉の超拡大解釈をして責任転嫁ショートの企み、見事に巨大ブーメランになってハードルを上げてしまいましたね。これで結婚を強行すれば国民だけでなく天皇陛下の意向にも背くことですから責任を取って功績返上死後一家で皇室から出世を行って火災。もちろん川島ファミリーも連れて行くのをお忘れなく。まこさまには、聞く耳持ってない。好きなようにさせて、 駆け落ちてもさせたらいかが秋篠宮家は、帝王学学んでないし、好き勝手な生活を送ってきた、好きなように、突き放してしまうといいよ。もう、皇室の一家でない。好きなようにさせておくといい。現在、久人様の高校進学の問題や、小室圭さんのビザ取得の問題で話題に事欠か,かない秋篠宮家。 女性自身2022年3月29日4月5日合併後、では、のりこさまの実定、終始の再婚が報じられましたが、この再婚相手の人物もうさんくさいとツイッターなどの SNS で話題になっているようです。実は、船さんが2月に再婚したそうなのです。広本誌に証言するのは、のりこさまの実定である川島船さん、48の知人だ。船さんは、 学習院高等科を卒業後に、麻布大学、東京大学大学院で獣医学を専攻。現在は、秋篠宮様が客員教授を務めている東京農業大学で准教授として教壇に立っている。中略。また、真子さんも祖父である川島達彦氏の死の直前に結婚したことから、夢中になり、結婚が延期となることを恐れて、結婚を急いだのではないか、などとも噂されました。 この一家は、なぜか、親族の死の前後に結婚することが多いようですね。今回の船氏の再婚に関して、デイリー新庁は、一連の小室問題で沈みがちだった皇室にとって一服の清涼剤となっているのも事実のようだ、などと報じていますが、一方で、ネット上の反応は否定的なものが多いようです。この船氏の再婚について報じた記事が掲載されたニュースサイトのコメント欄には、 次のような意見が書き込まれています。銀座のホステスとして働いていた、はわざわざ書かなくてもいいでしょう。それよりこの親族は、東大がよほどお好きなようですね。それにこの話題は、一服の清涼罪となっているのも事実のようだ、なんてことはありえない。一般人だしね、などどうでもいいといえばどうでもいいんだけどなど。ちょっと気になるのはまさかこの弟にも税金が流れてるなんてことはなどないよね。 離婚した奥さんがフランスの取材で娘は皇居、おそらく赤坂御用地のこと、に住んでると答えていましたが、船さん今どちらにお吸いなんですかね。お相手はランジェリーブランド社長の栗原直し。今回の再婚が話題になっているのは、募中結婚であることもさることながら、お相手の女性の経歴のうさんくささが問題視されているようです。週刊誌の記事では、ランジェリーブランド会社の社長を務める N さん、 38と紹介されていますが、ネット上では、すでに、お相手について特定されています。どうやら、銀座のランジェリーショップ、NAO ランジェリーのオーナー栗原直しであるようですね。年齢、職業、イニシャル、その他の経歴まで一致していますので、間違いないでしょう。経歴としては、銀座のクラブでホステス経験、下着ブランド会社社長、 YouTube 番組では風俗やアダルトビデオ業界についての対談に登場といった過去もあり、皇族の親族となる割に、あまり上品な印象は受けません。世間では安倍元首相を銃撃したとされる三条容疑者が注目されていますが、そんな彼のツイッターが現在話題となっています。過去のツイート内容を遡ると統一協会への不満だけでなく秋篠宮家の出自問題への疑問として、 そこまで言うなら一回 DNA 検査して欲しいもんだよね、とツイートしていたことが判明しているのです。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、天皇陛下の警備問題に関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、7月21日に天皇皇后両陛下が明治天皇110年祭に合わせ、 明治神宮を参拝されました。7月8日に安倍元首相が銃撃されて亡くなってからわずか2週間ですが、さすがに皇宮警察や警視庁の警護担当者たちも、かなり緊張した様子だったとして、内情に詳しい宮内庁職員は次のように述べています。やはり空気感はピリピリしてましたよ。6月下旬には愛知県在住の男性が包丁20本を宮内庁に送りつける事件が発生したばかりです。 同風されていた紙には皇族を名指しした文言も印字されていました。文言の内容は尻滅裂だったと報道されていますが、男性が秋篠宮家に不満を抱いていたのは間違いないと思いますさらに、安倍元首相の銃撃事件してからは、天皇陛下や皇族方がテロの対象になったら、という、危機感が高まっているのです。実際、7月19日には秋篠宮様が、東京都港区で、 農事功績表彰者受賞祝賀式典に臨席されましたが、壇上にも二人の護衛官が配置されるなど、以前より警護が厳重になっている印象を受けましたこのように皇族の方々の警備体制が厳重になっている状況について、浸透学者の高森明則さんも皇室を狙ったテロの可能性について、次のように解説しています。 1975年に発生した姫百りの当事件などあってはならないことですが、皇室はこれまでもテロの対象となってきました。テロを防止するためには、それ自体を、実行不可能と思わせることが一番です。しかし安倍元首相銃撃事件は、特別な戦闘訓練を受けていない単独犯でも実行可能であることを証明してしまいました。残念なことですが、 安倍元首相の事件によってテロを誘発しやすい環境となっているのです。また、これまで天皇陛下と雅子さまはご即位以来、国民の中へ入っていく皇室を目指されてきましたが、新型感染症の影響で皇室と国民の触れ合う場や、国民が皇室を敬愛する機会が減少しています。もちろん皇室の方々の安全確保は大切ですが、天皇皇后両陛下も警護を強化しすぎるあまり、 さらに触れ合う機会が減ったり、国民の心が皇室から遠ざかったりすることは避けたいとも考えておられるでしょう。そう考えると、国民に威圧感を与えないスマートな警護を工夫して必要があるはずです。今後、大幅な警護増強ではなくスマートな警護が必要となってくるのかもしれません。次のような批判的な意見がずらりと並んでいる。やましいことがあるから拒否したり、激怒する。と思います。 この際はっきりするべきです。DNA 強引に調べた方が、はっきりしていいと思います。この際ですから、はきっきりしましょう。国民も、納得が、いくと思います。ぜひお願いします。ここまで男系男子を揺るぎないものとしたいのであれば、今後の後為継承にはやはり DNA 鑑定は必要だと思います。そうでなければ、正しい血統というものが存在しなくなる可能性もあるのでは、 遺伝子異常なる事象だって見極められるだろうし、口頭に相応シーカーはたまた田舎の見極めも好意継承には大切健全で心身ともに健康でなくては国の象徴には生理得ない DNA 検査は必死だ。過去情報で A 宮様の出自、H さんの出自はバレていますから、今更どなたも驚くなかれでしょう。国民の多くはもう知っていますから。美智子様は悪事をされたこともわかっています。 かなり前にわかっていることです。大変残念なことですが。